時刻は午後2時を回りました。1月5日土曜日ウィークエンドミックス ADSFM スタジオより北山ひろとが生放送でお届けしております。さあ第2部午後2時をですねスタートということで、この後午後3時まで1時間の生放送でお届けしてまいります。引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。さて、この時間はですねスタジオにゲストの方をお迎えしましてお話を伺ってまいりたいと思います。では早速自己紹介からお願いします。はい、皆さん明けましておめでとうございます。声優の奥井優子と申します。また呼んでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ようこそお越しくださいましてありがとうございます。はい、声優の奥井優子さんをお迎えしましてお話を伺っていきたいと思うんですが、あの名張の方に帰って来られたということで、はい、今回もねご出演をいただいているわけなんですけれども、ちょこちょこお邪魔してます、はい、どうでしょうか、年末年始はどのようにお過ごしで。年末はですね、はい、あの人生初のカウントダウンライブに行ってきまして、あ、なんかこんな感じでみんなカウントダウンを過ごすんだなっていうのと、うんうんうん、都会電車動いてるわって思って帰ってきました。一応この名張も動いてますけどね、夜。あ、年末年始ですか。そうそうそう、終夜運転を。私あの年末年始の年越しを外で過ごしたことが正直なくて、ちょっと感動して帰ってきました。カウントダウンライブはちなみにどなたの、はい、あ、某東京ドームの、某、あの大きな某、はい、某あれに行ってこられたに行ってきました。どうでしたでも年末のそのカウントダウンっていうのは。いや、なんか、こう、あ、年越しってなんかこうやってちゃんと過ごすと、ちゃんと年越したなっていう実感湧くんだなって思いました。普段はなんか何の気なしに年変わってたわぐらいの、そう、なんかうとうとしてて、あ、明けおめみたいな感じなんで、それが、お、ちゃんとカウントダウンして、こう、53210、ハッピーニューイヤーみたいな、あ、すごい年越したってなりました、じゃあそういう年越しの実感をして、はい、今日5日を迎えてらっしゃるということなんですけど、どうでしょう、でも久々に名張帰ってこられたかと思いますけど、はい、いかがですか。空気が美味しい。あ、やっぱり本当に空気が美味しい、2回言いましたよね。本当、もうやっぱ違うなって思いました、息降りた瞬間から違うんですよね、やっぱその辺が全然違いますか。そう、うん、でやっぱ落ち着く、落ち着くね。そうそう、何よりですよね。じゃあちょっとお正月はゆっくりされてますか。はい、そうですね、あの、くっちゃねくっちゃねしてます。あ、そうなん、はい、意外ですね、あんま食べなさそうな感じですけど。本当です、食べるの大好きなので。食べるの大好きで、やたらめったら食べてる写真をこう、ツイッターとかに上げてると、大丈夫って結構言われる。いやね、まあでもお正月ぐらいはね、そうなんです、ゆっくり食べて、ね、お正月は皆さん食べますよね。ね、ね、そうそう、ね、食べるもんです、ね、ね、うん、です、はい、ということで、何のまとめかよくわかりませんけど。はい、でまあ、そんな奥井さんなんですけども、はい、あの改めてですねラジオを聴きのリスナーの皆さんに向けて、はい、ちょっとどういった普段活動されているのかっていうのをご紹介いただけますか。そうですね、うん、普段は、一つ前の、テレビアニメの隣の吸血鬼さんという作品に、はい、みかんちゃん役で出ていたりとか、あとはですねあのショールームっていうネット配信番組で、はい、あの古代エジプトとミイラについてひたすら喋るという生放送番組を、あの毎週土曜日にやってます、はい、今日ですね、今夜ですね、はい、放送があるということですけど、あとはこう、エジプトつながりで、はい、あのエジプトの政府観光局のイベントの MC やったりとか、あと博物館の音声ガイドをやったりとか、いろいろ多岐にわたって活動してます、で、なんか以前までのそのクールのアニメの声優さんもね、はい、やられてたってことで。そうなんです。それがみかんちゃん。みかんちゃんです、ワンコでした。ワンコ、はい、ワンちゃんなんですね。ワンちゃんでした、すごい可愛いんですけど、一瞬ちょっと凶悪になるみたいなワンちゃんでした。じゃあちょっとキャラも使い分けないといけないわけですよね。そうですね、あの犬の時は犬っぽいんですけど、あの悪くなる時は狼でっていう指定をいただいて、脳内は狼っていうイメージでやりました。ちなみにそれちょっとやってもらったらできるんですけど、どっちをですか。え、あのどっちも、あ、どっちも、はい、じゃあちょっとこれね映ってるんですよね、はい、顔がね映ってますよ、ちょっと顔が映ってる、あれやったらすごい恥ずかしいから横向いてやっていただいて、ちょっと やりましょうかね、はい、私がこうやってやればいいのか、はい、はい、ではいけ、これ怪しいですよね。まあいいです、いきます、はい、これちょっと声大きくなるんでいきます。あっ、あっっていうのと、っていうのをやってました。おー、すごい。でもそんなんなかなか難しくないんですか。なんか私人じゃないものやるのがちょこちょこ多くてですね、犬歴はこれで2作品目なんです、実は。犬歴っていう人初めて聞きましたけど、で他は、別の、人じゃない
ない生き物やったりとか、架空の生き物やったりとかもちょこちょこするので、まあ、動物性有力がちょっとずつ伸びつつある、今日この頃人もやりたいですよ。でも動物声優はまずとりあえず任しとけっていう風に、ね、言えますもんね。結構聞かれます。 犬じゃなくて猫はどうやればいいみたいに聞かれたりするんで、どうやればいいみたいな。まあ、ちゃんとお答えしますよ、ちゃんとね、聞かれたものには答えますけど、大人なんだけどなってちょっと思います。まあ、確かにね。いやでもいろんなこうキャラクター出てきますからね、やっぱりアニメとかっていうのは、はい、またそういうところでね、奥井さんの声を聞くこともあるかと思うんですけれども、はい、そもそもその声優というねお仕事をしようと思われたきっかけというのはどういったところだったんでしょう。きっかけは、ちょっとですね、はい、これまあいろんな人がいると思うんですけど、もともとものすごいアニメに死ぬほどハマってたぜっていうエピソードがちょっと残念ながらなくてですね、もともとお芝居をやってみたいなって言って始めたのがきっかけで、はい、まあ、そこからちょっとズブズブハマっていって、どうせやるんだったらお芝居一番難しいの私的に何だろうって考えて、はい、あ、じゃあ声で全部表現するのが一番難しいなと思ったので、声優になろうって思いました。ほー、なるほど、はい、やっぱ声で表現するって本当に難しいことだと思うんですけど、そうですね、その中でも一番難しいなって自分自身で思ったところに挑戦しようっていうのは、はい、結構踏み込んだ感じですよね。なんかどうせやるなら難易度高い方が楽しそうじゃないですか、うん、結構あれですね、なんか高いところに目標持たれるタイプの方ですね。結構チャレンジ精神だけは旺盛で、できるできないは置いておきたい。でも大事ですよね。褒められた。すいません、なんか偉そうに。はい。いやでも本当にそういう気持ちってねすごい大切やなと思うんですけど、はい、でまあ実際そこからその声優のお仕事に入ってもうズブズブハマってったっておっしゃいましたけど、そうですね、どうですか。でもその実際お仕事として声優というのをやるってなると、はい、いろいろご苦労もあったかと思うんですけど、いやめちゃくちゃ大変です。やっぱりそのなんか自分の引き出しの範囲外のことをやらなきゃいけなくなったりとか、やっぱり私人なので、人以外のものをやるときってもうそもそも喉の構造が違ったりするので、出したい音がこう構造的に出なかったりするので、じゃあどうするみたいなふうに考えたりとか、やっぱね、この声だけど全然違う感じのキャラクターをやらなきゃいけなくなったときとかね、どうしよう、どうやって声出していこうみたいなふうになったりするので、そこがやっぱ難しいなって思うんですけど、それがまたこう難易度が高いと楽しくなってやめられなくなる。ほんまにもうズブズブハマってはりますけど。そうなんです、その声優の仕事っていうところの一番のここ魅力だなって思われるところってどんなとこですか。はい、あ、なんか側が関係ないとこですかね。ほう、と言いますと、こう今奥井優子っていう状態で、はい、まあ、人生を歩んでるんですけど、はい、キャラクターになると、もうそれが私っていう側じゃないもので、何にでもなれたりとか、どんな人にでもなれるっていうのがやっぱ声優さんの、まあ、皆さんおっしゃってたりするんですけど、空飛べたりロボット乗れたりとか、そういうのがやっぱり強みだなってすごい思います。やっぱりそのキャラに入り込むものなんですね、はい、じゃあ。そうですね、我を忘れるって言ったらなんか日本語的にはちょっと変。まあまあまあ、でもね、そこの世界の中に本当に入り込んで、自分自身がまさにそのキャラクターとしてそこに存在するようなイメージで、そうですね、声を吹き込んでいかれるわけなんですね。はい、一心不乱という感じです。なるほど、わかりました。さあ、まだまだちょっと伺いたいことあるんですが、ここで一旦ちょっと CM を挟ませていただきまして、はい、また1分後にですね引き続きお話伺ってまいりたいと思います。では一旦 CM です。あっという間なんですよこれ。まだまだ喋れてる。大丈夫大丈夫、こんな感じで大丈夫、ね、大丈夫ですか。いやもうこちらこそ喋りやすいと。いやありがとうございます。みぞちゃん、これもし最後結構キワキワまでいったら、うん、いいねんけど、20分のなところな、ランキングの前っていうか始まるところに富を持ってきてもらってもいい？富をで、はい、分かりました。その間にもしかしたら CD 取りに行かなくなるかもしれない。またその時言うわ。一応富をだけちょっと思っといて。富をってのは梅沢富美男さん。富を富をって、富をパケとかって書いてある。はい。
はい、ウィークエンドミックス、この時間はですね、声優の奥ゆう子さんを迎えしましてお話を伺っておりまして、もうなんかあっという間にどんどん時間が過ぎていきますので、一瞬で終わりそうですね。そうなんですよ、はい、もうね、1時間ぐらいできそうやなと思いながら、いくらでもお話をしてるんですが、はい、まあ、声優になられたきっかけ、そしてね、はい、活動の中でいろいろとこう声優の魅力なんかも感じられているところ、お話を聞いてきたんですけれども、はい、どうでしょうね、でもこれからその2019年今始まったところですけれども、はい、今年で今後こういうことにチャレンジしてみたいな、こういうことに挑戦してみたいなという向上心の大きい奥井さんならではのハードルを自分で上げた感じになりましたね、思われるところはいかがですか。2019年はこうやっぱり今までにやったことないこととか、ちょっと私エジプトが好きなので、はいはいはい、ちょっともっとグローバルに目を向けていろいろやっていきたいなっていうふうに思っていて、なんで目指せエジプト、と思っています。と言いますと実際にエジプトに行く、いや、エジプトにも行きたいですし、声優という立場からエジプトの魅力もたくさんお伝えしたくて、はい、でさらにはやっぱりいい作品とかいいキャラクターに今年もたくさん出会いたいなと思ってるので、それをですね、皆さんにこうお知らせたくさんしていけたらなと思ってます、エジプトというワードがさっきか何回か出てくるんですけど、はい、そもそもそのエジプトをですね、そんなに押されているのは何か理由があるんでしょうか。もともとミイラに、ミイラ分かります、乾いたやつですね、ミイラにちょっと一目惚れしたのがきっかけで、私エジプト好きになったので。あ、なるほど、入り口はミイラやったわけですね。あ、そうなんですね。ピラミッドとかではなく、で、もともとこうね、歴史の勉強とかしてて、社会科の先生の免許とかも取ったんですけど、結局やっぱこう先生っていうアプローチじゃなくて、なんかこう声優っていうアプローチから歴史の面白さを一人でもいっぱいの人に知ってもらえたらなっていうのをきっかけでいろいろやってて、やっぱ知れば知るほど面白いので、はい、どこに向かってるのって言われることも多々ありますが、ありますが、めっちゃ受けてる。あるんですね。やっぱり言われることあるんですね。ありますが、それでも声優としてお仕事もしつつ、エジプトの魅力も伝えていけたらなと思ってます。いろんな引き出しちゃった方がいいですしね。そうです、そうか。でもそれで実際にそのエジプト関係の仕事とかもね、さっきされてるっていうことですから、つながってますもんね。そうです。エジプト好きに悪い人はいないんですよ。あ、そうなんですね。はい、大丈夫です。引いてますよ。大丈夫です、大丈夫です。そうなんですね。みんないい人ばっかりで。はい、いい人ばっかりで。行かれたことあるんですか、エジプト。ないんです。あ、ないんですね。目指せエジプトです。なるほどなるほど、はい、そうですか。実際行ったらなんかエジプトでこれしてみたいなとかっていうその野望みたいなあるんですか。私が好きなミイラにちょっと会いに行くっていうのが人生の目標なんで、まあ、そこをまず最優先で実現していきたいと思います。なるほどなるほど。人生の目標そんな早くクリアしてもたらあれちゃいます。大丈夫です、大丈夫です。ちょっと先に持っといた方がいいかもしれませんけど。じゃあもうちょっと先に、そうか。でもエジプトをね、そういう風に回されてて、エジプトの人たちがもしかしたらそれをこう見聞きして、なんかで繋がってきたりとかっていうことも、そうですね、やっぱこうこれだけエジプトエジプトって言ってると、もうエジプトの方が、なんかこういう変な声優がいるぞって言って興味を持っていただいて、やっぱお仕事になったりとかしてるので、いや、ありがたいなって本当に、ね、そうですか。じゃあこれからもね、エジプトのいろんな魅力を発信する声優さんとして、いろんな、こう形で頑張っていただきたいと思いますし、また司会とかもされたりとか、ナレーションされたりとか、本当幅広く活動されてますし、ショールームではね、こうなんかこんな感じで喋ってはるんですか。じゃあ、もうひたすらエジプトのことについてしか喋ってないので、皆さんエジプトについて知りたいなって思ったら、遊びに来ていただけたら。なるほど、土曜の9時からやってます。9時からですね、配信もされてますし、でいろいろSNS 等もされてるんですよね。あ、そうです。 Twitter とブログ等をやっておりますので、よろしければエジプト以外のこともつぶやいてるんで、遊びに来ていただけたらなと思います。はい、わかりました。そしてね、リスナーの方からもメッセージをですね、いただいてたりするんですけども、質問もね、ラジオネームふわぴよさんからですね、皆さんこんにちは。ゲストのゆこさんに質問です、声優さんとしてこれまで演じたことのない役に挑戦するとしたら、どんな役を演じてみたいですか、ってことなんですけど、どうでしょう。すっごい悪い女の人。ほう、なんでですか。やったことないから。声的に振られることがない、小物感すごいあるんで、なんでボスラスボス的なのは、まあやったことはないですし、私に振るチャレンジャーの人はあんまりいないと。もうぜひやりたい。ああ、
ぜひやりたい、はい、じゃあちょっとその役があれば、ねはい、あの皆さんまたオファーいただければと思いますが、はい、そしてですね、あそうこれ言わなあかんと思ったら今日お誕生日で、あそうなんです、そうおめでとうございます、ありがとうございます、ね、ごめんなさい何も用意せずに申し訳ないんですけど、一つ弱いを重ねましたね、お誕生日の日1月5日ってことで、うん、当日に仕事始めてありがたいです、ねね、そうなんですよ、でね、あのこちらラジオネームまどかさんからも、はい、ゲストの奥井先生、はい、誕生日おめでとうございます、ありがとうございます、先生呼ばれてるんですね、あのエジプトについて喋ってるんで、はい、で誕生日当日に登場して嬉しい限りですっていうふうにもいただいてまして、で奥井先生といえば古代エジプトとミイラが大好きなことで有名ですが、これらに出会う前の幼少の頃はどんな子供だったのでしょうか、その当時の一番好きなものなど覚えていたら教えてくださいっていうことなんですが、あ幼少の頃は、はい、すっごいちっちゃい頃は砂利を食べてたらしいです、なんか口の中に砂利いっぱい入ってたって、待ってください、道とかにある砂利口に込んでたって、お庭の砂利を食べてたっていうのを母から聞いたことがあります、あ飲み込んでないで、まあ、まあ、それ飲み込んでたら多分今頃砂利だらけになってますからね、なんか体重いなみたいな砂利入ってるわっていうね、あとは結構人見知りしないのでいつの間にか近所の家のお家にお邪魔して、はい、なんか食べ物もらってたりとか、まあでも地域の人愛されてたわけですよね、そう、人見知りせずいろんなとこに遊びに行ってたらしく、でもお気に入りのものってなんだろう、結構ぬいぐるみをいっぱい集めて、なんか置くのが好きで、すごいぬいぐるみ山ほど持ってました、結構集めてはった、はい、今も結構コレクターしなんか癖があるので、多分その頃からの名残が、なるほどなるほど、はいね、そうなんかでも似合いそう、お部屋にいっぱいぬいぐるみがある部屋に奥井さんいてらっしゃるっていうのとても可愛らしい女性なんでね、映像をご覧の方なんかは、はい、もう声だけじゃなくてなんかもっといっぱい露出をしていただきたいなっていう感じがありますので、ぜひね2019年はそういった幅広い活躍ますます期待しておりますので、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、じゃあもう時間もねだいぶ少なくなってきまして、はい、結局曲選んでもらったんですけど、はい、今バックにずっと流れてるんです、今流れてます、はい、これちなみになんかどういう関係で選んでいただいたんですか、これはですね、はい、私が所属している事務所のボスですね、もう私の東京のお父さんである堀川亮さんが出演している、はいはい、メタテコナンのカラフルな愛のラブレターという作品のオープニングで、はい、もう私はこの作品がとても大好きで、もうこの曲を選ばせていただきました、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございますじゃあもう曲ちょっとねほとんどかけられなかったんですが、最後20秒、はい、ラジオを聴きの皆さんにぜひメッセージお願いします、はい、今回も呼んでいただいてありがとうございます、2019年も精力的にガツガツと活動していて皆さんにたくさんお知らせできるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします、はい、この時間はゲストに声優奥井優子さんを迎えしましてお話を伺いました、どうもありがとうございました、ありがとうございました。